はい、皆さんこんにちは。ファミサ編集部のターザンババゾノです。そしてファミサプレコン太陽桜です。ファミサプレコンヤモです。はい、よろしくヤモです。タイガー桜井だろ。今日は、はい、オーディンが、はい、我らがオーディンが重心化いたしました。偉大なる、うん、ちょっと落ちちゃったよ。ちょっと落ちてる。ちょっとあれ。じゃあオーディンのスペックなんですけれども、アンチ重力バリアですよ。 AGB、はいはい、そして偉大なる AGB。 偉大なる軍人の一戦ね。フルタ最初の敵で爆発しってやつです。 20+24 ターンに超絶ホーミングとね、これ新しいですよ。あ、4ね、超強ホーミングじゃないから。あ、偉大だわ。超絶ホーミングだから、うん、はい、これが、サブユージョンも超絶ホーミングらしくて、合計8発の 22,140 が飛んでくるので、まあ17万ちょいですか。そうだね、はい、強い。弱点だと3倍。3倍、つまり48万。全部弱点になってたら、全部弱点になってたらね、はい、で、まあ HP が全モンスター中1位だと思います、余裕で。あ、これ全モンスター中だよね。さすがに鬼も超えてるでしょこれ。28000、いや28400。卑弥呼ってどれぐらいだったっけ。27000とかじゃない。あ、じゃあ、うん、すげえな。すごい HP 高いです。硬いんだわ。で、スピード以外なくね、ステータスがかなり高いと思います。うん、そしてみんなの大好きクリティカル付きというわけで、今日は31回に挑戦してみたいと思います。はい、ババゾノさん最適キャラ持ってたからね。本当、すげえ、うん、びっくりしたもん。え、そう、最初の食いバターでいいですよって言ってたからね。そう、舐めすぎだろ。ほら、水のアンチ重力バリアってこれしかいないっつって、ラプンツェル、これでいいとか言ってめっちゃいいっていう。さあ、まあでもパワー型だから、筋トレパワー型だからね、もうひよこでも倒せるんじゃないかとね。あ、もう最初、じゃあひよこでちょっとぶち込んでみようよ。あ、じゃあそうします。生まれが強い、試しにさ。でさ、この右上ってさ、結局さ、ひよこ状態でさ滞在した方がさ、いい場合ない。おおおおおおおほら、おお、クリティカルいいね。やっぱオーディン早速来たね。このクリティカルのパワーを使って、もうひよこでも、あと言うてさ、これひよこでも伸びたより攻撃力高いわけでしょ。伸びた、そんぐらいの勢いでしょ。あ、でもこれ残してよかったじゃないですか。逆にね、右下がなんかハマっちゃうんですよね。ハマっちゃう、ハマっちゃう。じゃあ俺ホーミング出していくわ、これ。誰の。あ、待って、ごめん。あれ、あれ全員オーディンかと思ったわ。俺ラプンツェルだから、ね、これ仕留めてもらって、うん、ラプンツェルはきっとヒヨコでも倒せます。えい、やべ、誰のってHP 超高い、HP 超高い。高っ。あ、本当だ、18000超えてる。よっしゃ、倒せる。俺がね、1000型仮面つけてる。なんかさ、それもありますね。うん、僕は仮面ついてない、チビイヤスついてる。セビア、いいやつ。馬場さんは線形加速です。あ、そう。で、お、これはピオゼル。ピオじゃない、ピオじゃない。あ、ピオか。いや、ピオでないですね。ピオじゃないです。ナイス。お、お、お、いい削り。いい削り、いい削り。え、これさ、うん、どうしよう。任せる。あ、ミヤコ右下、これもしかして。右下行く。あ、違う。いや、これもうどこ行ってもなんか無理だよ。これ、かさまり狙っていい。クリティカル狙い、クリティカル狙い。そうだね、それだね。ヒヨコでも倒そう。おぉ、でも出た。出てきた。ここ狭いんだよね。ここね、はい。もうなんかね、左下だけね、このステージ狭い。なんか、そうなんだ。うん、左下だけ入りづらいです。あ、まずい。あ、でもラップならきっと、ラップならいける、やってくれる。いやー、オッケー。あ、ラプンツェル強え、マジで。ちょ、待って、オーディン、オーディンかな。オーディンさんもいるんだからさ。で、馬場さん、馬場さんじゃないや、小川さん、そこでね、はい、あ、ペロマラ先生がね、はい、そこでね、やっぱりやってくれるやつ。うわー、今更いいぞ。あー、しっかりしたから。あー、いいね、カスカル残った。おかしいな。いや、でも俺に任せて。そうだよね、このステージはよく残りますね。そうなんですよね、うん、あっ。ああ飛び出したね。どっちでもいいっすよ。ちょっと左の方を狙います。はい、あっ、あ、これ、おっ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 、でもまた出てくるんだよ。でも俺がさ、これ挟まれるでしょ。うん、これいけるでしょ、これいけるでしょ、これさすがにいけるでしょ、これ外す人いないよ。あれ、おかしいな。ちょっとね、オーディン大きいから。あ、そっか、大きいからちょっと。俺右下行くか。お願いします。右下のやつ爆発しちゃうんで、次で。でも SS
あのすごい溜まっていくから。そうです、ね、確かに、ね、大事です。オッケー。オッケー。よし。じゃあ戻って。はい、じゃあ偉大なるお願いします。偉大な僕が偉大なるおハワイ。ひよこで撃破。あ、これひよこ。ナウひよこ。ナウナウだね。ナウ。うわ。オッケー。はい、偉大。おお、うん。クリティカルすげえ出ますね。出ますね。まあおハマりすると。じゃあここだ。ここ、あ。やべえ、追いやられてる。あ、バカ。これ、馬場さんが右上行ってほしいですね、馬場さん。あ、次俺。え？あ、そっか。次俺か。そうだ。これ右上行くね。二人で左下倒さない？これ。そんなの良くない？ここ？無理かな。二人でそこ倒した方が良くない？4ターンだし。そうね。でも上もそうかな。でも上馬場さん入れそうじゃない？入るか、オッケー。じゃあこういきますよ。はい。おお、ちょい残し。おい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 、ちょい残し多いな。多いですね。片方にクリティカル発動しちゃったんだね、多分。そうですね。うん、そういうこと。偏ってしまった。これむずい。いけー、オッケー、オッケー。今、ラプやば。ラプやばいですね。オーディ、偉大なるラップに釣れます。よし、やります。お願いします。この角度ならやれる。うわ、え、待って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 、ちょっと待って、これやばいよ、これやばいよ。おき、小笠さん左上行けそうっすかね、これ。うん、左上行けた方がいいっすね。痛いかもしれない。小笠さんに右下任せ。ちょ、待って、俺も挟まってんな。俺も挟まってんの嫌だな。おー、オッケー。オッケー。次行って見やぼう。俺頑張れ、脱出していい？とりあえず脱出。おお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 で、左下が次爆発しちゃうんすよね。でも HP10 万もあるし。左下、あ、ほんとだほんとだ、のパーヤラさんか。いや、多分、あ、まあ、パーヤラさんか。パーヤラさんかな、わかんないけど、どっちか爆発する気がする。マギラさんか、多分マギラさんか、思想の…じゃあ、ヒント。おー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 、これ、偉大なるラプンツェルっすね。お見せしましょう、これ、技を。え、テクある、テクある、これおらー、あ、惜しい、おー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 、残っちゃったよ。今、倒すのもちょっと匂い立ったもん。匂い立ったもん。ダイレクトに行けそうだ。行きましょう。お、お願いします。ヒヨコアタックしましょう。おお。なんで片方残るの？なんで？わら。わらだな。SS つ？SS プティ。それだけいいと思う。お、偉大だ。ああ。偉大なるオーディン。偉大王。はい、じゃあお願いしますよ。じゃあ出るか。逆に倒さないと。ナイスショー。からの、あ、フォーミング、フォーミング、ナイスフォーミング。これでも移動すんなよ、移動すんなよ。僕倒せますね。よし。ああ、シードしなかった、移動しなかった。お、SS 溜まったぞ。おお、倒せ。これで倒せなかったら何なの？時々あるから、時々。さあ、ここからですね。これこいつとか判定ちっちゃいからすげえダメージ出そうじゃない？SS。ね、弱点全部判定全部巻き込めそうだね。はい。お、いい適当。いい適当。え、俺偉大なるぶ、あ、いいよ、ぶっ放しても。ワンパン、ちょっと怖えな。ワンパンすんじゃないのこれ。じゃあ薄めで。うん。はい、偉大なるグングリンの一戦。おお、すごい。300。すげえ。300強いね。300出たよ。やっぱ今の子ちっちゃいからね。多分全判定持ってったんでしょうね。うん、なるほどなるほど。これさ、爆発挨拶ってさ、属性も乗るはず。乗るか、乗ってると思うよ。なるほど、属性強い強い。ホーミングもね、16万がね。あ、で、これ右下ひよこいるといいよね。うん、右下ひよこ、いや、下ひよこにしとくね、一回。じゃあ OK、 サブ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 パッ、 OK、 あ、これ OKOK、 パワー型だからね、今止まったの。ちゃんとそうなんだ。俺がパワー型ないと調整ができる。ぶっ倒し気味で。はい。めっちゃ暴れる。オーディンこんな速かった？馬乗ってんじゃね？馬乗ってんのかいな。加速。で、次が俺。
ですね。ひよこが待機しています、2発待機してます、ひよこが、ちょっと待って、これどうしようか、やることねえんだけど、うん、え、俺やることないよ、本当に。あ、OKOKOK3 発のひよこが待機してます。すげえ、下に待機してる。え、これどうなんの。とりあえず下のギャラクシーじゃもう倒さなければ何でも大丈夫です、うん、ああ、そうなんだ、倒さない方がいいですか。あの、ハマり狙えるので、はい、僕と。あ、そっか、じゃあ俺はどこでもいいんじゃないですか。よしよしよし、おいしょ、オールひよこ、オールひよこだ。これ小川さんの方が入りやすそうな雰囲気だよね。本当だ。あの次蘇生かだよね、確か違ったっけ。あ、あんない。あ、あんねえか。僕入んない方がいいかな。あ、でもこっちから狙いそうかな。あ、もういいか。おしおし、おしおし。あ、これで小川さんでね。あ、これ小川さんでね。スポーンって入れてもらって。はい、あ、もういいじゃん。ガンガン、あ、お、これダーン言いましょう。きたー、ワンパンしましょう。はい、おお、見つかれた、強い。あれホーミングで持ってた。 いやこれはだってホーミング出しとけば、うん、賢くでしょ。うん、でも誰のホーミング出すかは見覚え次第だよね。え、誰のホーミング出すか。全員の出す。おお、はい、そう、あのね、このオーディンのアイコンよく見てほしいんですけど。あ、倒しきれちゃった。あ、倒したこのアイコンめっちゃサンマリ似てません？あ、そう、俺もちょっと見たし、俺言われて思った。思うでしょ、これめっちゃ似てるって。マジで、これサンマかと思った。あ、そうだ、偉大なる人だから。ピクピクしてるもん。脱出パターン、はい。お、いい、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。分かった。じゃあタイガー桜井、これストライクショット打つ。あ、いいんじゃないですか。なんかでもさ、角度的に微妙だから怖いよ。オッケーです。当たんなそう。左倒す。うん、オッケー。あ、なんか抜けちゃった、すいません。パワーだ。ピすごいパワーだ。俺、偉大なるショット打てないけど。パワーギャラ潰します。そうですね、上ハマれば次ワンチャンあります。ワンチャンありますね。偉大なる。あ、もう一発偉大なる。それ打っちゃったんだ。うん、じゃあラプンツェル。いや、ホーミング出す。ホーミング出すわ。ホーミング出そう。おら、あ、強いね、29万だって。すごいね、やっぱ属性もあれがあるからな。 HP もなんか余裕だね。そう、なんか HP 高いんだよね、なんか知らないけど。パワーだよ。あー、なんか殴ってして。お、あれあれあれ、いけいけ。おお、いいじゃん、いいホーミング。え、ホーミング強いね。あ、正しい。ホーミングは強くいいんじゃない。ほい、挟み込むか。おー、うまい、口から来い。あー、口から来い。あれてか、なんか HP 高いな。HP 高いな。HP 高いと安心感あるよね。これまた、バイラに、あまり。OK です。やべ、ピヨどうする。ピヨでも抜けれるよ。いや、これ C でしょ。うん、やれよ。 OK。 お、ホーミング。お、ホーミング、ホーミング、ホーミング、いいホーミング。で、これでホーミング2つ出せば。え、なんか、すげえ安定してんな。ハートも湧くし。しかもなんか、オーディめっちゃいい位置いる。あ、でも。これ、ひよこ調整ですね。うん、あ、お、ラップ、ラップめっちゃいい位置なんだけど。ラップワンポンポジ。すげえ。じゃあ、相手の、あ、でも、ホーミングだけでいいか。お、いいじゃん、これ。よし。めっちゃいいポジションじゃん、なんか。でもラップこれ風まだ大丈夫か。全然大丈夫、全然大丈夫。ハマってれば大丈夫だよね。大丈夫大丈夫。どうしよう。あ、おお、いける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 。俺偉大なの将棋。これひよこ踏んでそうっすよね。あ、これ踏んでる。踏んじゃうけど、ちょっとだけ SS 打ちながらでいいんじゃないですか。 SS 打ちながら SS 打つか。俺もそこ止まります。2つあるんで偉大なのしてもいいかもしれないです。上に偉大なのに打ち込みましょう。あ、おお、強いぞ。強いな。ハマったにしても強いですね。でも今吸い込まれたよ。うん、最初ハマったよ。ゴーンって言ったよね。はい、偉大。はい、偉大。じゃあ偉大なるババゾノさんもちょっと直接攻撃狙えるかな。どうだ。あー、そこ。あ、まだあるまだあるまだある。おー、ナイス。めっちゃ僕も
次白バフ来る1ターン目に偉大なるシティ HP マックスだし、まあ、そこはないでしょ。待ってこれもうどうせ痛いし偉大なるするよ。いいよ行こう行こう行こう。でハマり行こう。ハマり行くとねこうなんだよね。はい、やめようやめよう威力見せよ。じゃあ威力見せましょう。はい、おおいいじゃん、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。やっぱ火相手だといいじゃんね。で次俺また偉大なるできるから。あ勝ったわこれ。えこれ勝ち確じゃない。ちょっと2個組んで、はい、元にします。はい、あ遅い思ったより。あっ戻った戻った戻った。弱点した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 。でもね2分1でした。3分の2でした。だからはやさーす。はい、ガチモーシャー。これガチモーシャーっしょ。これ偉大だね。オーディ偉大じゃない結構。ドクトシル。おーいいねいいね。おいいじゃんいいじゃん。三十回いいじゃん。え次半分切らなかったですね。確かに。うん。やった。さあ。イエーイ。あ強いじゃん。オーディさんなんですけれどもね。やればできる子じゃん。これなんかさハートがないとどうしようもないようなところでいいかもしれないですね。HP の高さを使って。まあ、ステージ上だとあの。ですよね、22回とかが、うん、もし相手が火だったら最強キャラだった。確かにね。おばさのさんだけ絆が来た。絆が来た。めっちゃ絆が来るんだこれ。あとはやっぱりそのだからアバロンみたいなところももし重力バリアのアバロンみたいなところが来たら耐えやすいよね。ハートでの回復量も増える。そうあとねニードルのね、はい、ある、うんうん、ところとかね。これから粘れる、うん、あそう実質ねダメージ少なくなるからね。そうそうそう体感ね体感割合がね割合が少ないからね、うん、というわけで、まあ、オーディン、ね、やっぱ目を見張るじゃなくて何いいところはまずは HP ですかね。まあそうね HP いいっす。で安定感のある偉大なるグングリルの一戦ね。はい、ちょうどソーミングが割と威力あるね、うん。やっぱなんだかんだで16万です。16万、17万ってすごい。なんか微妙な残りを削ってくれる感じがある。なんかそれをメインって考えるのはあれかもしれないけど。なんか抜けた。本当だ。でもまあここまで録画できてるんでね。多分この辺で多分ゲーム画面止まったと思うんですけれども。はい、そう。ただね、ホーミングの弾数が少ないからね。そうだね。割とその無駄なところに飛んでっちゃったりと。だからオーバーキル気味になってちょっと威力がもったいないところとか、うん、なんか残り HP1 のやつに2万2000飛んでくるじゃないですか。それ効率悪いっすもんね。だからまあ貫通ホーミングの方が強かったりはするんだけど、まあ、弱点に当たった時の、威力の上がり幅がすごいということでね、うん、まあ、一長一短ということだと思います。はい、はい、そう思います。はい、まあ、でも俺思ったより使いやすかったね。あのね、さっきまで一気で使ってたんですけどね、うん、SS 呼ばーとか言ってたんですよ、うん、そう。それはこういうヒダムしてるからね。そうそう、ちゃんとしたところで使えばちゃんと強いってことね、うん、31回に最後ダメージ与えにくいから、ね、そうですね、良かったですよね、うん、なんか号令もね失敗するとねわけわかんないことになっちゃうね、うんうん、いや強かった、うん、ごめんなさいこれちょっと音入っちゃったよね。はい、でもぜひ使ってみてください。はいはい、ということで、じゃあいつものようにこの辺に PC からご覧の方は登録のボタンがありますので、気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの下の方に登録のボタンとか URL とかあると思いますので、気になった方は登録してみてください。そしてファミツアップニコマブ正式スタートしております。まあ、入会しないと見れないね、生放送とか動画とかあとはブロマガとかあるんで、まあ、ぜひ、見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。あ1個あの記事へのリンクなんですけど、うん、最近ついてる、うん、これちょっと前も言わせていただいた時あるんですけど、こっちの方とかな、そうこっち、うん、なんかその辺とかにあるんですけど、あれカーソルをグーッとこう近づけていただくと、うん、あのバッテンが出てくるんで、うん、あの消せますので、あ、なんか見たいとこが見えないとかなったらそれで消してもらえば、そうですね、別に消えるは消えるから消せますので、うん、でまあただあのこの3人がね記事書いてる時もあるので、あ見てね、そうですね。そう、はい、こちらの3人は書いてくれたりもしてますので、まあ、お願いします、うん、見て見てね、うん、見てくれるとあのみんな嬉しいって、はい、嬉しい、はい、ということで、じゃあまた次回お会いいたしましょう。はい、バイバイ。